カーカー is coming プレゼンスキューキューキプロセス機大集合お願いします。プロセス機大集合久しぶりのご登場でございます。まずはタイトルから申し上げましょう、はい、ジャストアッパー1周年記念、はい、ナンダイ20新規模パワーストリング大会スペシャルですね、はい、高見千の選手の登場です。よろしくお願いします。そして、加納選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして井川智香選手です。よろしくお願いします。友香切りおっ、あ、もう一回行きましょうか。かぶっちゃってるわ。そうですね、すいません。はい、はい、はい、なぁ。OK、どうぞ。一撃。あ、OK。すいません。はい、一撃必殺、友香切り、押す。いやぁ。これ編集なしでそのまま使ってください。ノーカットで。ノーカットで、ということで。はい、ということで、久しぶりのご登場です。よろしくお願いします。お願いします。もう何ヶ月ぶりですかね。もうだいぶ、前回の半年、半年ぐらい経つんですかね。最後やったのが、はい、多分後楽園前だとしたら1月ですかね。大会自体は2月の新規場が最後ですかね。そうですね。うん、あれ、後楽園、後楽園は1月の後楽園最後で3月からもうダメだったんで。そうですよね。はい、で高さん自身はあれですか、試合はどのぐらい遠ざかったんですか。あ、試合自体は、うん、あのいわゆる無観客テレビマッチを5月6月1試合ずつやったんで、はいはいはい、まあ、あ、それでも5月6月やったんですね。1試合ずつやりましたね。やっぱさすがにやらないとまずいなと、うん、出遅れちゃいかんと思って、団体さん見習って、うん、はいはい、あの無観客テレビマッチをニコプロとサムライでやらせてもらってですね、はいはいはい、ですね。まあちょっとあの後ほどねお聞きしたいんですけども、はい、無観客だとねなんかちょっと感覚が違うというふうにプロレスラーの人たちに、ね、うん、まあ、皆さん言うんですよ、うん、ちょっとそのあたりも話聞きたいなと思うんですけど、はい、はい、加納さん、はい、加納さんは試合はどのぐらいぶりですか、この新木場は。ああ、そうですね、新木場は、うん、まあ6月に試合をやったので、うんうん、ちょうど1ヶ月。あ、みんなそっか。みんな一緒です。そこはみんな一緒です。みんな一緒ですね。1ヶ月ぐらい。あ、でも、ともかはこの間、女子プロに、そうですね、ウェーブ女子プロレスに呼んでもらって、ね、やったんで。ウェーブ、はい、行きましたね。なるほど。どうでした、久しぶりの、まあ、無観客の試合の時って、はい、ちょっと感覚違うって言いますけど、どうでした。そうですね、うん、なんか技をやっても、うん、何をやっても、こう、うん、周りから、うわーとか、うん、こう、応援されないっていうのはやっぱりちょっとやっててやりがいが若干半減しちゃうかなっていうところはありましたね。なるほど、ちょっと後でまたね詳しくお話ししたいと思います、はい、ありがとうございます。井上さん、はい、何ウェーブに出たんですか。はい、はい、急遽参戦が決まって。おお、どうでした、ウェーブは。どうでした、先輩たちばっかりでしょ。そうですね、でも対戦カードがみんな、いや、先輩じゃないだろう、ほぼ同期だ。そうですね、はい、ほぼ同期で年齢も変わらなくて同世代の6人宅だったんですよ。へ、はい、あ、そうですか。どうでした試合は。どうでした。まあ、試合結果はドローだったんですけど、まあ、なかなか自分を出せなくて、うんうんうん、ちょっと反省点が多い試合だったな。反省しかない。そうですね、反省します。自分を出すっていうのは自分の得意技である打撃系。そうですね、蹴りが全然出せなかった。あ、出せなかったんですね。蹴りしかしてなかったじゃん。そうですか。え、なんか自分の納得し言ってることがバラバラだな。え、なんか、はい、持ち味の蹴りしか出せなかったけど、それでも持ち味が出なかったんだろう。そうです、すいません。0点翻訳されてる。あれ、そのウェブの社長さん見たんですか。はい、わざわざ新宿まで出きました、出向きましたよ。ね、ペースだったんですね。ちょっと歌舞伎町とか、まあ、行きたくなかったんですけど、こういう状況なんで。ただやっぱりちょっと気になったんで行ったんですけど、はい、もうその試合終わってすぐ帰りました。
まあ経験としてはいいのかなと、あの全く知らないわけじゃないですけどね、その周りに6他の 5名の他団体の選手と、まあそういう人たちとやるのも経験だろうと思って出したんですけど、で実際もう自分的にはもうダメダメだったんですけど、まあ経験値の一つとしてはありなのかなと、はい、なるほど。でも経験積むって大事ですもんね、とってもね。はい、ありがとうございます。ちなみに、コロナの話ちょっとしたいんですけど、コロナ、まあよくコロナ禍って言いますけど、コロナのね、こういったあ、ね、その、まあ、体制というか、こういう状況の中で、プロレスがしばらくできなかったというようなことがありましたけど、その間皆さんどうされてました？ちょっと加納さんから言いますか。はい、そうですね、まずプロレスの試合ができないっていうのもそうなんですけど、うんうん、全般的にいろんなものが閉鎖になってて、例えば、まあ、プロレスラーだったら一番大事なもので結構ジムとかが使えない状態で、そういう時にもうどうやってトレーニングしようかなとか、家でどういうトレーニングをしようかなっていうのをすごく悩みましたね。あ、なるほどね、はい、例えばどんなトレーニングだったんですか、家で。自分はもう自体重のトレーニングと、あとチューブあるじゃないですか、トレーニングチューブ使ってのトレーニングはやっぱ多かったですね。なんかね、この肩周りと胸がこうグッとこう出た感じが。あ、でも以前より自粛明けから結構ジム再開して頑張ってます。はい、他には何か気にあの、心配りというか、その体調管理の面でやってることあります？そうですね。普段よりも意外となんかやることが逆になさすぎて。規則正しい生活をできるようにはなりましたね。だから早く寝て早く起きるとか、あ、そういうのは体調良くなりますよね。そうですね。なんでちょっと体もこう大きくなりやすいような代謝の動きになったかなっていうふうには思ってます。あ、なるほど、はい、私は休み過ぎてお腹出ましたけどね。ありがとうございます。稲本さん、はい、あのこのコロナのこの状況の中で、自粛の状況の中で、なんかあの体調管理だったりとか、体調管理これを見ていたことあります？ちゃんと手洗いうがいはちゃんとして、でアルコールがあったらアルコール消毒して、で自分は空手にちょっと、まあ、お父さんの道場が人数限定で空手できるみたいな、なんかやってたので、そこで空手の練習、蹴りの練習して、で家でもお父さんにミット持ってもらって、蹴りの練習をしてました。いいですね、ですね。あ、お父さんが練習相手になってくれたんですね、はい、ずっと二三脚でやってきたんですよね。そうです、そういう意味ではね、道場でね。あの体調管理は何かこう食べるものとかトレーニングとか他のトレーニングとか、まあ、うん、食欲がなくても食べるようにしてます。あ、体を大きくするために、はい。お、なるほど、ありがとうございます。田中さんどうですか？まあ、うち全体の話なんですけど、うん、まあ、やっぱりあのプロレスだけで食えない人間もいるわけで、その中でやっぱ、まあ、通常のバイトもないような状態だったんで、うんうん、あの我々全員で、あの千葉県四街道市にある会社にちょっとお世話になって、はいはい、まあ、そこでちょっとあの働かせてもらってですね、うん、普段やり慣れない仕事をやって、うんうん、なかなかこれ重労働だったんですけど、うん、まあそこで肉体的にも精神的にもタフになれたかなと。自分もあのプロレスラーになって、もうプロレスだけで食ってきた中で、はい、初めてその他のプロレス以外の仕事をやったりしてですね、まあだからすごい貴重な体験できたなと、この 2,3 ヶ月は本当にタフになったなと思いますわ、はい、でまあ幸いでも練習がね、なんとかあのできる環境はあったん で、あとはジムとかはなかったんで、さっきカノンが言ってるそのゴムチューブが役に立ちましたね。それ一つでいろんなことできたんで、まあだから人間その気になればどうにでもできるんだなと、やる気と気持ちの問題だと思うんでね、だからいい経験したなと思ってますよ、うん、でもレカさんは以前なんかあの体脂肪が増えてって言われてましたけど、どうですか？あの体脂肪がですね、なかなか落ちないんですよ。あらゆることやって、もう今は再開したからジムも行ってるんですけど、なかなか難しいですね、体脂肪だけは。でもなんか前に会った時もちょっとシュッとしたんですけど、うん、あの一応必死に燃やしてはいるんですけど、うん、で外見は、うん、あの腹出ないように心がけてるんですけど、中身はやっぱ見えないし、一応毎日測ってるんですけど、数値は落ちないですね、なかなか難しいです、はい、とはいえなんか道場では練習できてたんですか？はい、道場では練習できてたんですか？道場で、はい、あの、ね、特別道場があってですね、そのこの期間中はトレーニングはやってました、ね、はい、じゃあまあ模擬実践みたいなことをやれてたんですか？そうですね、ほぼ実践に近い、うん、実践練習ばっかやってたんで、うん、動きに関しては問題ないかなと思ってます、ね、うん、はい、ありがとうございます。
さ、無観客の試合についてお聞きしましょうか。うん、以前ね、誰だったっけな、大日本の選手かな、お聞きしたときに、無観客で試合をすると、その痛みが痛く感じるっていうふうにお聞きしたんですよ。アドレナリンの出方が、アドレナリンの出方が、なんか今一つみたいで、そう、お客さんからわーって言われると、なんかアドレナリンがうわーって出てきて、なんか痛いものが痛くなくなるみたいな。まあ、そこはやっぱり、デスマッチ系は厳しいでしょうね。そうか、デスマッチ系はやっぱりお客さんの声あってこそな気がするんで、無観客デスマッチは想像しがたいですよね。確かにそうですよね。うん、無観客ってどうですか、やっぱり痛いのが痛く感じ、痛くないのが痛く感じがするのがあるんですか。そのことない、普通多分この2人はやっぱ経験がまだ1年弱なんで、いろいろ違和感あったかもしれないですけど、自分全然違和感なかったんですよね。そのお客さんの声はなくても勝手に自分の中で妄想お客さんがいて、妄想の声がを勝手に自分で演出してですね、何の違和感もなくできましたね。やっぱそこはやっぱキャリアの問題だと思いますけど、全然そこは、でもやっぱりリングの中に入るといつもと同じその気持ちになれるんですか。自分はそうでしたね、全く気にならなかったですけど。すごいすごい。どうですか、いつも違った。いや、もう試合に集中しすぎて、なんかお客さんのこととか特に考えれなかったっていうか、ともかはお客さん言おうがいまいが、もう試合のことで頭いっぱいで、そこまで気が回らないから変わんないんじゃないかな。そうです、変わらなかったです、特に。むしろなんかそれ強みじゃないですか。どんな状況でも変わらないというか。ありがとうございます。カノさんどうでした。自分はなんか代表ほどこう妄想お客さんまではいかないんですけど、でもやっぱり一応カメラが入ってたりとかしてたんで、何かしらでこう見られるのかなっていうのは考えてて、なんでまあそのカメラ越しといいますか、画面越しに伝わるようにはしっかりと試合はしたつもりですね。カメラを意識してね。でもなんか昔高さんおっしゃってましたけど、WWE の選手ってそういうことをしっかり意識してやられてるってね。まあそうですね、そこはもうテレビ中心に動いてた世界だったんで、やっぱりそういうことなんでしょうね。お客さんあってのものなんですかね。ありがとうございます。さあさあ、ちょっとじゃあ新規の話少ししましょうか。7月20日ですね、20日、新規のファーストリングで、1周年記念大会がありました。お客さんを呼んで、試合をするのはとっても久しぶり。そうですね、ですね、1ヶ月ぶりですかね。1月の後楽園です。あ、2月の新規場最後なんで。ですよね。ちょうど、約半年、5ヶ月ぶりか。5ヶ月ぶり。お客さんもプロレス不足ですよ。本当にですね。見たくてしょうがない。会場に行きたい。でも、一方でね、そのコロナのことがあるんで、足を遠のかせる人もいるとは思いますけど、みんな見に行きたい。もうあのリアルな、あの生のね、その、このライブをね、ライブを体感したいっていうのが、やっぱりお客さんの人あるんじゃないかなと。今回どうでした、集客早かったんじゃないですか。まあ言っても、通常の半分しか入れれ、お客さん入れれないんで、新競馬300弱だとしたら、まあその半分で150ちょいなんで、あとは1周年記念っていうのもあったんで、まあ、チケットは完売をおかげさまでしたんですけども、欲を言えばやっぱり自分は後楽園でやりたかったんですよ。で、7月7日に後楽園を抑えてたんですよ。ところが、その、お客さん入れるなんだかんだが、7月9日までダメだったんですよね。ちょうど2日さ。で、それ以降のに後楽園を抑えてたんだったら、できたかもしれないけど、そこはやっぱりもう後楽園で1年前予約で抑えてたんで、もう泣く泣く、やるなら無観客でってなったんで、後楽園で無観客はちょっと厳しいなと思って、でも7月中にどうしても1周年大会やりたいってことで、まあ新規場を抑えてですね、この日になったんですけど、おかげさまでなんとかチケットをはけてですね、本当にね、本当に良かったです。もう完売できて、じゃあカノンさんの試合からいきましょうか。はい、カノンさんは竹倉さんですね、シングルマッチ、今回は、じゃあちょカードをちょっと、ひとまずはじゃあ、カノンさんのカードからいきましょうか。はい、カノンさん VS 竹倉龍也選手、ですね。そうですね、はい、どうでしょう。自分のデビュー戦の相手なんで、竹倉龍也は。で、同期で、で、まあ、デビュー戦の時は竹倉龍也に負けて、
でそっからずっとまあ自分シングルでもタッグでも勝ててない状態で、うん、まあ、負けがずっと混んでて、うんうん、はい、そのままこうコロナ禍になってしまったので、はいはい、やっぱこの1年の成長をしっかりと見せたいなっていうのと、うんうん、あとやっぱり同期に置いてかれたくないなっていうのがあるんで、はいはい、まずここは気合の入りようが他とは違うなっていうのは自分の中で自負してます。いや、カノ選手の試合はね、感情はね、感情にしちゃうんですよ、なぜか。本当ですか。そう、感情にするんですよ。なんかすごくね、何か伝わってくるんですよね。ああ、ありがとうございます。いつもなんかね。いや、なんか今回あれさ、竹倉さんと戦うのに、はい、なんか特別なトレーニングとか、なんかこう違ったことやってます。そうですね、うん、でも自分ずっとやってきたことが、うん、自分の技を大事にするっていうことなので、うん、やっぱり、自分の持ち技であるコブラツイストだったりとか、うんうん、あと、まあ、バレーボールのホームで繰り出すケースファイクだったりとか、うんうん、そういった技をもっと大事にしようっていうふうに考えて、うんうん、代表に負けた2月以降は、うん、だいぶその技の出しどころだとか、うんうんうん、その技のタイミングだったりとかを意識して実践練習するようにはしましたね、うんうん、ああ、はい、なるほど、タイミングとか、はい、あと出しどころですね。出しどころですね。うん、はい。ねえ、それこそ一つ一つの技が一撃ね、必殺のような。そうですね。そんな状況にね、なれるといいですよね。はい。うん、それがジャストタップアウトですもんね。はい。うん、もちろんそのつもりでやってます。はい。ありがとうございます。ねえ、なんか竹倉龍也選手に言いたいことありますか？そうですね。うん、もう、結構、彼は、うん、まあ、自分のことをだいぶ舐めてると、思います。なんか、はい、まあ日記だったりとか、うんうん、あとは SNS だったりとか、はい、まあいろんなところでやっぱりこう見られる発言を見てるとやっぱり自信もあるし、うん、まあ、もちろん強いですしね、うん、なんでやっぱそこでその、うん、余裕をね、うん、できるだけ奪って、うん、で最終的に勝ってやろうって思ってるんで、うん、覚悟しとけって感じです。いやー、はい、でもなんかそう手を挙げているカノン選手がね、はい、あのどこかでちゃんとこうちゃんと戦って、はい、手を挙げてるカノン選手が見たいですね。はい、同期だもんね。そうですね。ね、勝ちたいですよね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ちょっとトモさんは、はい、一番最後ね、はい、メインイベントだから、はい、すいません、タカさん行きましょうか。はい、タカさんの相手がこれなんか呼び方がいろいろあって、トンドゴロ、トンドゴロさん、トンドゴロさんっていいですね。トンジョさん、トンショウ、トンショウ、トンショウ、どっちかわかんないですけど、トンショウハヤトさん、トンショウジュン選手、トンショウジュン選手との戦いですね、タカさんね、はい、はい、まあこれもいろいろいきさつがあってですね、うん、あのまあ1周年なんで、はい、で1周年ってことは旗揚げ戦でデビューした人間はみんな1周年記念試合で、うん、4人の1周年記念試合がある中で、はい、まあそれを軸に自分はずっとカードを考えてたんですよ、である程度こうまとまった中で、うん、あれ俺のカードがないって、いやなんかツイッターではないですいやこれね、あの冗談じみていくマジな話で、なんとかこう1周年記念試合がまとまった、で、よし、うん、やっとこれで決まったってほっとしたところ、俺の試合忘れてたわ、とどうしようかなと、うん。で、もうその1周年記念試合の人間はもうこう決まっちゃってるし、うんうん、うちの選手もう使っちゃったから、どうしようと思った時に、なんかやったことない、未知の若手とやってみたいなと思ったんですよね。やっぱジャストタップアウトもそうですけど、そのプロレス界の未来を作りたいわけで、自分はただ他団体戦ったことない未知の若手選手とやりたいっていうのをツイッターで書いたんですよ、うん、そしたら噛みついてきてくれて、立候補してくれたんですよ彼は。あ、立候補してくれたんですか、ね、はい、で、まあなんかシーマとやり合ってたのは知ってたんで、はいはい、このトンドコロ、トンショどっちかわかんないですけど、この名前は自分の中だったんで、せっかくああいう場で、立候補してくれたなら断る理由もないなと思って、もう即決しましたね。正直ほっとしました。ほっとした対戦で決まって。で、まあ、自分的にも新鮮だし、まず試合を一応見たことなかったんで、YouTube でちょっと探して見てみたんですよ。まあ、うん。それ見る限りでは、まあ、普通の若手選手としかなかったんですけど、うんうん、まあ、じゃあ、その若手選手を 俺自身がどこまで、光らせれるか引っ張れるか、うん、あるいはもう想像以上の
力を出して俺がやられてしまうのかみたいな、いろんな想像をして今ワクワクしてる感じですね。だ楽しみですね。でせっかくやるからには何かをこう感じてもらいたい、掴んでもらいたい、でもその自信はあるんで自分は、だからね楽しみですよね、今後も。だから自分のカードが決まんないときはそういう風にして知らない未知の選手でやるのもありなのかなと。はい、ね、あのレスラーがね、まあ、悲しいことに解散してしまいましたから、うん、レスラーの選手がいろんなこと言ってるじゃないですか、うん、でその中でまあまああの素晴らしい選手も結構なんかこうねいたりするんで、うんうん、そういう人をどんどん発掘して、ね、あるいはそのこれからの何かのためのきっかけになってくれたらなっていう、はい、あでも本当にね、あの東証選手、はい、東証選手についてはものすごいチャレンジだと思いますよね、高さんの戦っていうのは楽しみですよね。多分相当緊張するんですよいや緊張するのは稲葉ともかくもう大先輩ですよね、高さんね、うん、まあでも面白いですね、この試合もね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後稲葉さん行きましょうか、はい、もう一番大きいお写真がメイベントですかね。メイベントですよ、メイベント、メイベント、前川選手と稲葉選手の戦いですけど、はい、なんか相当熱望してましたよね、稲葉選手ね。はい、稲葉さんね。そうですね、前川さんと2月12日に、うん、あの JTO トーナメント1回戦目で前川と戦って、うん、頑張って攻めたんですけど、うん、まあ、最後腕十字で、うん、すぐ負けちゃって、うん、めちゃくちゃ悔しくて、うん、でなんか初めてマイカに会った時が、うんうん、あのいつだっけな、3月31日の高田一工業、うん、はいはいはい、工業、はいはい、新木場大会 で、はい、であの時に初めてマイカに会って、うん、でその時マイカがあの、うん、エキシビジョン、エキシビジョンマッチ、はいはい、をやってて、うん、もうそれ見てなんかすごい悔しくて、うん、なんかもう涙が出てくるぐらい悔しくて、で帰りの車で大泣きで、うんうん、もう家帰ってもずっと泣いてて、もうそれぐらい悔しくて、でずっとマイカを超えたい、はい、超えたいって気持ちは強くて、うん、で2月負けちゃって、うん、でまた7月こうマイカと戦えるチャンスが来たので、うん、絶対に勝ちたいと思います。マイカさんは稲葉さんとどういうふうに言ってました？どういうなんかさ、なんかあれですよね、はい、ツイッターとか見てると、うん、ま、戦うのみたいな、そんな感じでしょ、舐めた感じで悔しいですけどですよね、はい、ですよね、そうそう。なので今回あれですか、あの稲葉さんがこの戦いに臨むにあたって、もうほら前と同じようなさ、その前から出したくないじゃないですか、次はもう絶対勝ちたいじゃないですか、はい、勝つためになんか別なんかあのプラスアルファなんかしてることあるんですか？柔術に、うん、通ってます。柔術の練習してる、はい、なるほど。して蹴りの練習も、あとあの時にね武器を手に入れたんですよ、こいつは。お、武器、武器、一撃必殺ともかげりです。あ、一撃必殺ともかげりを、はい、開発したわけですね。そうです。あ、それは一撃必殺ではなかったんですけどね一撃必殺です一撃必殺10日切りでも一撃必殺ではなかったんですか叫ぶんですよ。あ、叫ぶ、一撃必殺って言ってから走って、ああ10日切りって蹴るから2回こう隙が出るんですよ走る前に一撃必殺ってからロープに走って止まって、10日切りってから蹴るから、あのよっぽどダメージがないと食らわない、まあ言ってみればすごい間抜けな技なんですけど、でも筋肉マン世代の自分からすれば筋肉マンって筋肉マスターって言いながらダンってやるじゃないですか、そのイメージで言ったらまあありかなと思いつつも、よっぽど痛めつけないと当たらない。だから最近のトモカのその無観客試合見ると、一撃必殺って何回も言ってるんですよね。で走っては当たらない、走っては足すくわれる、走っては蹴らな逆にやられるみたいなので、なかなか決まらないんですよ。だけど当たったら勝つ、当たれば勝てるけど当たらなければ勝てないっていう感じなんですよ。隙だらけなんですよ面白いですね、一撃殺って言ってでロープに飛ぶ、はい、でトモカゲリっていう時止まるんですか？止まりますじゃあロープの通りに行かないじゃないですか。いや、それで勢いつけて溜めてバンっていう、そういう原理だと思われます。あ、なるほど。ただその蹴りもでもなんか変則的なこうペペンってやってバンってやって、その一撃は確かにすごいんですよ、当たればですよ、でも当たらない確率大
99.9 バセで当たらない。本間さんのこけしとどっちが当たる確率高いですか、ね、いや、こけしの方が当たる率高いです。あ、そうですか。ただ、あの、こけしに走るタイミング、数は変わらないぐらいの必殺技なのに。必殺技なのに。うん今度の前川さんのと戦いではちょっと当てたいですね。はい、絶対当てます。なんか当てるための工夫とかあるんですか？代表から。それこの間ちょっと、はい、あれその対策の練習をしたんですけど、なかなかそれでも厳しいと思いますね。はい、もう前川さん強いもんね。そう。ただ当たれば勝てる可能性はありますよね。うん。うんはい、ねえ。でも言えない名ベルですから。はい、初の。素晴らしい試合見せてほしいですね。そうですね。うん。はい頑張ります。彼女さん本当に頑張ります。で、その他の試合としては、あと2試合ですか？5試合ですね、全部ですね。5試合です。全部5試合ですね。はい、で、タッグマッチが、タッグマッチが1試合で、タッグマッチ2試合ですか？8人タッグとタッグマッチですね。そうですね。8人タッグとタッグマッチが、はい、1試合ずつと。で、はいタッグマッチに田村隼人選手、新田選手、バーサス、はい、関本大輔選手来ますね。はいそしてこの方は佐藤隆佐藤康介康介さんすいません佐藤康介さん、はい、康介選手この方はどんな選手はまあ知らないんですけどでもデビュー時期が去年の5月なんで、まあ、ほぼほぼ同期みたいな感じなんですよねでこの試合はもう新たな1周年なんですけども、はい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 まあジャストタップアウト初の他団体対抗戦になるわけですよ、ね、なるほどジャストタップアウト対大日本プロレスっていう感じででも新たな1周年ですけど、はい、あの大日本プロレスで関本大輔選手が来るってことでここに強力なパートナー、はいはい、田村隼人が入ってですね、はいはい、まあ隼人はまだ1周年ではないんですけども、はい、この肉体と肉体のすごいぶつかり合いが見ものになりつつありそうな中でこの線の細い新たがきっとかき回してくれるだろうっていう自分の願いが込められた試合です新た選手は動きがすごいいいんですからね、はいうんなんかちょっとスピードで攪乱してくれるような感じがしますけどね、うん、そうか佐藤康介選手康介選手ねあの大日本選手ですよねそうです、うん、そう彼だって今若手でもうブイブイやってるし、はい、で体もやっぱ大日本プラスみんなできてるんで、できてますから、はい、で相当きますよ彼はグイグイ効くと思いますよあの目立ちたいし、うん、ねここで膝爪痕残したいですからねはい、いや楽しみですねでそして、もう一試合が8人タッグマッチと、はい、あ雫さんが入ってますねそうですね、イーグルマスクデビュー周年記念ということですね、うん、スペシャル8人タッグマッチイーグルマスク超人勇者あGバリオンですね。G バリオン選手、はい、X バリオン、バリオン選手、はい、そして、静香亜希選手ですね。そして、バーサス、ブラックイーグル選手、そして、ブラックチャンゴ選手、BMD ですか ?BM です。BM 選手、はい、そして、ブラックチャンギーダ選手ですね。はいまあ、あの毎回この賑やかしてくれるようなそういう試合になりますねそうですね、うん、ただまあブラックあのイーグルマスクはデビューした直後にこの黒いやつらブラック軍って我々は呼んでるんですけど、はい、彼らに付け狙われて、うんうん、ずーっとこいつらとばっかやってきて、うんうんまあ、本人はいい加減もうこいつらとは終わりにして先に住みたいって思いがあるみたいなんで早く蹴りをつけたいとで前回テレビマッチでやった時に、うんうんこの BM ってのにおちょくられてですね口が達者なんですよ彼は、BM におちょくられて、うん、なんかマスクかけてやるとか勢いで言っちゃったんですけどこの試合はマスクマッチにはしません、うん、デビューして1年なのにもうマスクかけるとかそのマスクマンの命でもあるマスクをそんな簡単にかけるんじゃねえということで、はいはいマスクマッチではないですけど、うんうん、早くこれを蹴りつけて、うんうんまあ、せっかくこのバリオンに X バリオン雫っていうね助っ人がいるわけですから、はい、片付けでまた新しい戦いに行ってくれたらなとなでこのブラック軍団誰か知りませんが、はいうんうんまあ、早く排除してくれたらなと思ってますでもこういうブラック軍団はなかなかこう排除できないですよねそうなんですよ ねどんどん増えていくんですよそうどんどん増えていくから、うん、でもまあどうだろうな、うんうん、必要っちゃ必要なんですけどもうイーグルマスクはここから早く卒業して先に行きたいとイーグルマスク選手ね、ここに一度ね、来てもらってね、うん、好青年でしたね。ちなみに、この、これみんな男子ですよね。あ、女子が一人。チャンギータは女子なんですよ。女子なんですよね。女子入ってるんですよね。で、これもなんか、よくわかんないんですけど、トモカと前ガールズでシングルやって、トモカがコロッとやられて、うん、珍しく試合がブチ切れて、レフリーに掴みかかるっていう暴挙に出てたんですよ、トモカが。
だから侮れない実力者かもしれない。三玉さん喧嘩あるよね。だってあのボスに喧嘩打ったもんね。本当だよ、お前。鈴木みのり選手、ダッカー触れてね、喧嘩打ったもんね。俺なんかちょっとドキドキしてた。ボスかにやられますけど。ねえ、すごいわ。ありがとうございます。はい、ということで全部で5試合ということになりますね。はい、ちなみにちょっと高さん話飛ぶんですけど、はい、この間の新日本プロレスで、はい、ディック東方選手が現れましたね。あれびっくりしましたね。ねあれびっくりしましたね。いやびっくりしました。はい、どう見てどうでした？いやあれ自分あの、うん、セミファイナルまでしか見なかったさ、ワールドでちょっと気になったんで、はい、やっぱ体操雑貨、はい、あの昔の仲間なんで、その試合見て、まあベルト取って、あ、ベルト取ったじゃん、おめでとうって感じで、もう別に内藤イービルとか俺全然興味ないんで、あのバサッと切ったんですよ。で夜ツイッター見たら、ディック東郷で何そうそうそう、イーボーとディック東郷どういうことと思って慌てて見直したら、まさかの大将、ダブル大将って呼んでるんですけど、大将が出てきたんで、あ、なんかすごいことになったなと。でももうやっぱ付き合い、デビュー前からお世話になってる人なんで、一緒に組んでベル取ったりしたこともあったんでね、すごい大将がまたこの表舞台に出てきたことはすごいしいなと思うし、いい刺激をもらえた気分ですね。負けてらんないなと思いましたね。まあもうあの戦う場所は違いますけれども、またいつかね交わる時は来るだろうから、プロレスラーやってれば。いやでもなんかディック・トーゴ選手はなんか衰えを知らない感じしますもんね。そうですね、もう50歳には見えないですよ ね、動きもいいし、もうコンディションも素晴らしいですね。コンディションもねすごくいいですよね、はい、うん、ちょっとねびっくりしたんで、私もねびっくりしたんですよ、うん、まあ、ちょっと高さん聞いてみたいなと思って。はい、本当自分もびっくりしました。いやあ、なんかディック・トーゴ選手あれですよね、あのゲドさんとかジャボンさんと同じようなポジションで、イービル選手をバックアップする感じ。いや、いや、まだまだいけると思いますよ。もしかしたらイーボーの正パートナーの可能性もありますし、あ、なるほど、はい、まだまだそのなんだろう、うん、マネージャーじゃないですけど、うん、後ろに下がる選手じゃないですから、うん、出てくると思いますよ、ガンガン前に。それヘビー級扱いなのかジュニアなのかわかんないですけど、うん、ヘビーでも全然できる方ですからね。そう考えるとあのユニバーサルの人たちですね、うん、そもそもね。そうですね、まあジャゲさんもそうだし、ジャゲさんもね、ジャゲさん、サスケ、デルフィン、リック等を、そうですね、タカさんもそうだし、うん、なんか当時の選手すごい選手ばっかりですね、今だと見ると、うん、そうですね、言われてみれば。ね、ありがとうございます。はい、ということで、ですね、はい、ということで、次のあのですね、新京大会と後楽園大会の宣伝をして、最後にファンの皆さんメッセージいただいて終わりしましょうか。はい、はい、そうですね、この 7.20 はもうおかげさまでチケット完売、1周年記念大会は、はい、あの間近なんですが、はい、次が8月14日、同じく新木場で、うん、はい、まあ、2月に1回戦を行ったまま、うん、はい、止まっていた JTO トーナメントの続き、はい、トーナメントね、2回戦、準決勝、決勝、はい、一気に全部やります。あ、すごい。すなわち優勝するためには3試合勝ち抜かなきゃいけないということで、そちらが8月14日にあるんですけど、まあこれははっきり言って、はい、JTO トーナメント、あのフォールがなくて、うんうん、ギブアップのみ、あとロープエスケープ3回でも終わってしまうという特殊ルールなんですけど、これはっきり言っても高見一郎が優勝するしかないだろうっていうトーナメントなんですよ、はい、俺得ルール俺得ルール、まあ、あの考えたのも自分なんで、はいはい、で周りが1年生ばかりの中で、うん、キャリア28年の自分が、はい、やられるわけにはいかない、うんうん、ということでね、何の番狂わせもなく、うんうん、まあ見てる人は面白くないかもしれないですけど、うんうん、何の狂いもなく私は優勝して、うんうん、はい、頂点に立とうと思ってます、はいはいはい、でその先に 9.2 後楽園、これがもう1月以来なんで8ヶ月ぶりの後楽園なんですかね、はいはい、これは去年と同じく大会タイトルは夢、これはみんなの夢を叶えたい、うんうん、まあ、みんなそれぞれやりたいことがあると思うんですよ、はい、それをできるだけ叶えたい、うん、去年で言えば、まあ、カノンが関本大輔とやって、うん、でマイカがサリーとやったのかな、 あと新田がティーホークとやって、竹倉龍也が吉田隆選手とやって、そのみんながやりたい選手とやった、そういうなんか今のみんなの夢を叶える舞台、うん、夢舞台にしたいなと思ってます。そのためにこの7月8月の戦いは、はい、その自分の主張を通すためにも、うん、絶対必要な戦い、勝たなきゃいけない戦いになると思いますが、はい、これからだからどんな主張が出てくるか俺は楽しみです、うんうんうん、今の時点で何が決まってるわけでもないですけど、うんうんうん、はい、ね、
ありがとうございます。8月の14日新木場、はい、そして9月の2日後楽園ホールということですね、はい、でチケットはどうなってますか。ですね、うん、8月のはもう販売してるんですけど、こちらのファンクラブ優先で、うん、はい、プレイガイドには出てないんですよね、今回同様、うん、今回の8月、あ、じゃあ7月同様、はいはい、で後楽園のチケットはもう、来週ぐらいからプレイガイドでも販売予定ですけ ど、 なるほど、まだ現時点ではファンクラブ選考もしてないので。あ、なるほど、はい、で後楽園も通常の半分サイズでやるので、うん、まあ、1000人は入らない、入れれないので700人ぐらいなんですけど、うん、はいはい、まあ、700人ぐらいは何としても是が非でも超前にしたいなと思ってます、はいはい、むしろあれですね、新木場はもうすぐにいっぱいになっちゃうので早めに、そうですね、早めにチケット購入してもらわなきゃいけないですよね、うん、で後楽園もね、とはいえ半分ですから、うん、ね、半分なんで皆さん早めにね、そうですね、チケット取ってもらうといいかなと思いますけどね、はい、はい、ありがとうございます。カノン選手はこれからどんな戦いをしていきたいですか。そうですね、うん、まあ、8月14日とか9月2日決まってるんですけど、うん、自分はまず竹倉龍也に勝たないと次が見えないのかなっていうふうに思ってるので、やっぱまず一つ一つ目の前にもう組まれてる試合をしっかりとか勝って力を示していかなきゃいけないかな、まあ、8月14日は自分トーナメント1回戦に自分負けちゃってるので、言ったらテーマが今見つかってない状態です、はいはいはい、その8月14日に関しては、うんうんうん、で9月2日のその夢に関してもまだちょっとテーマが決まってないような状態、うんうん、なので もちろんこう夢とかはあるんですけど、うんうん、まだそれを言えるような力は自分にはないので、うん、ただこの8月14日9月2日に繋がるように、うんうん、今回の7月20日の新木場大会、うんうん、を全力でやっていきたいなと思っていてます。でももうテーマ自分で作るしかないよね。そうですね、もうね、うん、そうですね、そうそう、はい、目指すべき頂きに向けて、はい、ね、テーマ作っていくしかないですね。そうですね、うん、今そのテーマを探し中です。探し中、はい、はい、ありがとうございます。平野さんは、はい、どんな試合これからしていきたいですか。どんな試合、うん、自分一つやりたいことができたんですよ、うん、で、まあ、まあそれはまだ言えないんですけど、うん、この7月20日マイカに勝ってそれを実現したいと思います、はいはい、で今まで自分にとってマイカっていなくてはならない存在だったんですよ、うん、そばに、うん、でも今後は JTO にとって稲葉友香がいなくてはならない存在になりたいと思います。でかく出たな。はい、ね、楽しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。どうですか、その高橋さん今の話聞いて。でかいこと言いやがったな。でかくなったな小僧って感じですね。でかくなったな。まあでもそこまで言うならやってみろって感じですよね。いや、いいんじゃないですか。どんどん主張してどんどんやりたいこと言いたいことあるなら言えばいいし、それがね面白いと思ったらやれる舞台ですからね、ここは。高橋さん自身はどうですか、これから。何しましょうかね。いや、とりあえず今回は、うん、トンドコロと、はい、プロフェッショナルレスリング楽しませてもらってですね、うんうん、で8月はまあ文句なし優勝を果たして、うんうん、あとはだから壁なる感じですよね、うん、うちの選手で、まあ3月にやるはずだった格って大会の続きなんで、はいはい、格付けがはっきり決まるトーナメントなんですよ、うんうん、だから、まあ、決勝を行って、まあ、自分と誰なのか分かんないですけど、うんうん、まあ、自分は当然優勝して1位と、はいはい、で準優勝だったら2位、うんうん、で準決勝で敗れたやつら3位4位となってくんで、うんうん、そのランクがはっきりするんで、うん、でその人間が上がってきて、ランキングマッチみたいな形になると思うんですけど、その2位あるいは3位に上がってきた人間と一人一人やってですね、蹴落としてやろうと思って で壁になってなきゃいけないと思ってるんで、うん、だから負けじとトレーニングはコツコツやってます、うん、はい、でもランキングが明確になると応援もしやすいかな。そう、分かりやすいと思うんですよね。だからもう1位対2位あるいは3位対4位みたいな感じで、うん、はっきりとその実力が分かっちゃう、はいはいはい、今こいつはこの団体で何番に目に強いって分かっちゃうと思うんで、ですよね、はい、だからそういうものをテーマに、 うちはベルトがないしベルト作るつもりはないんで、そういう形で分かりやすく伝えていけたらなと、うん、でその上でやっぱこの若手たちの壁になって、うんうん、立
勝ちスターがあってですね、うん、簡単にはやられないように頑張ろうと思ってます。いい刺激になってます。だからそれが高田さん頑張ってほしいですよ、はい、今年高いからになってほしいです、はい、いや本当だから今回の大将の新日本参戦はいい刺激になりましたね、はいはい、もう50歳ですから ね50歳の大将がこうやってまた大きい舞台に来たんで、俺も負けてらんないって思いがやっぱあります。やっぱ海援隊魂ですからね。ああ、そうですよね。そうそうそう。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろお時間なので、はい、最後一言ずついただいて終わりにしましょうか。はい。じゃあ最後にじゃあメルメルの矢は東波さんが締めるということで。締めろよ。もうだってこの万が一、いや億が一、東波が勝ったらメインイベント。ってことは、トモカが締めなきゃいけないんだよ。はい。奥が一だけど。奥が一、奥が一。じゃあ、カノさんから言いましょうか。はい、はい、お願いします。この、うん、コロナ自粛中にですね、うん、自分が何をしてきたかとか、あとは、まあ、自分の、まだ集大成っていうのにはまあ早いですけど、うん、この1年間で、自分がどんだけ成長したかっていうのを、うん、しっかりとファンの皆さんに見せていけるように頑張りますので、覚悟を持ってやっていきますので、皆さん、7月20日は大いに盛り上がってください。お願いします。ありがとうございます。その T シャツかっこいいですね。あ、本当ですか。まだ売ってるんですか、これ。そうですね、まだ在庫あります。うん、こうなんか、バレーのなんかアタックのような、その、はい、カノさんが出てるね。一応、自分の必殺技のケースパイクの、うん、ね、飛んでるところになってるんで、ね、飛んでるところね、かっこいいかっこいい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、すみません、高さんお願いします。はい、そうですね、ジャストタップアウトは、まあ、本当自分以外みんな1年生の若手でしかいない団体ですけど、まあ、その若手選手の成長ドラマ、うんうん、毎回毎回成長していく姿は見られると思うんで、まずはこの7月で8月9月とどんどん成長していく姿を皆さんで追ってもらえたらなと思います、はい、夢しかない団体、未来しかない団体なので、ね、はい、あとは稲葉と友香に託します。はい、ありがとうございます。じゃあ稲葉さんお願いします。はい、まあ、マイカ対友香って言ったら、まあ、100人中100人がマイカが勝つって思ってると思うんですけど、まあ、この前代表にもそれを言われてめちゃくちゃ悔しかったんですけど、100万人だよ、100万人、そうですね、でも100人以上だ、それを覆したいと思います、うん、皆さん応援よろしくお願いします。一撃必殺友香切り押す、いやでもなんか皆さんあれですね、悔しい気持ちがいつもなんかこう湧いて出てきて、それなんかエネルギーになっていいですね。ペストがなくなっちゃったら何とかやってる意味ないですもんね。ね、やっぱ悔しい気持ち大事ですね。ありがとうございます。はい、というわけで本日ありがとうございました。ありがとうございます。最後にいきますよ。プレゼンスキー、テレビオサブミッション悔し涙マスクの下で